を開いていいかい。お洋服かわいい、ありがとう。今日はかわいいお洋服売ってるよ。今日はかわいいお洋服を着てるくんだよ。インスタライブしようかな今日私。うん、どうしよう。あ、やめとこやめとくんかい。結局やめとくんかい言ってますけど、てか私今日雲とひなのと会ったんですね。で、あ、これえ、服めっちゃ似てるじゃん今日とか言って、でボタンのあたり見たらもう一緒だったから、え、待って一緒じゃないそれって言って、でどこのやつって聞いたらナイスクラップって言ってて、私もこれファンの方にナイスクラップいただいたんですよ。まさかの色違い着てきたの今日、打ち合わせなしで。怖くない？めっちゃ怖かった。え？って言ったよね。そんなことあるんですね。びっくりした。How's your day? 今日はね。え、怖いよね。めっちゃ怖かったもん、普通に。え？って。シンクロしすぎてね。すごいよね。びっくりだよ。今日劇場行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。パッツンいい感じだな。パッツンにしようかな今から。ずっとレース生地超似合うね。やった。そう、レース可愛いよね。袖が可愛いんですこれ。ありがとう。私はみんながくれる服で成り立ってるよ。ちょっとレース、このリボンが可愛いから出したいなと思って、今日はマジでなんて言えばいいんだろう。でも楽しい一日でしたよ。It's good day, so good day。 首じま…違う、なんかさ、ここがさ、めっちゃさ筋肉痛なの。私昨日ダンスしたんだけど、めっちゃ筋肉痛なんですここの筋肉が。そう、なんかそのさ、器官とかこう仲が悪いだったらわかるじゃん。あ、仲がこれやばいかもって思うけどさ、めっちゃ筋肉が筋肉痛なのよここが。私初めてなんだけどびっくりしちゃった。普段あんま使わないしさ、あの基礎をやったんですね。基礎をちょっとだけやったんですけど、それの原因だと思う。それを一生ね、みんなでできるまでやろうみたいな感じで。わかんない、筋肉痛の、なんか超筋肉痛のね、感じなんだよね。わかんないけど。喉じゃない、なんか、ここの表面の筋肉が。
多分ね、普段使ってなさすぎて急に動かしたからだと思うんだよね。発音いいわ。やった。パッチンと分けどっち派ですか皆さんは。私これも好きなんですよね。これこれわけじゃなくてこっちの流し、もうめっちゃ流すやつ。一回さ去年なんか長すぎてこうした気がするな。可愛いヘアピンでも買おうかな。暑いな。窓開けようかな。窓開けようかな。難しい。けどめっちゃすこれ今日さ寒くてびっくりした。パッツン闇系に見える私マジ。耳こうやってやっても、ね、今日寒かったびっくりしちゃった。だってこれ、まあ、これもねちょっと生地薄いんですけど、長袖なのにめっちゃ寒くてびっくりしたよね。びっくり。チャリのもう手終わってるやろ絶対。じゃあ私だって今日さ、まあ、私スマホ触るときにこうやって、あなんなんとのプリクラ、こうやって持ってこうやっていじるんですね。こうやってっていうかもう親指、右手の親指でやるんですよ。だから右手がめっちゃ冷えてて、今日今年度初めて手がかじかむ、ちょっとかじかむっていうのを経験して、うわもう冬やんって思った。片耳だし、私でもいつもこっち片耳かけてる。え、早っって思うよね。びっくりした。パッツンがそこまでいい感じな人も珍しいの。パッツンの方がいいかも。いい感じ？マジで？冷え性ですか？冷え性です。いい感じですか？そうなんだよね、代謝が悪いからさ、全部その気温がこのまま体にね閉じ込めちゃうんですよね。だから暑い日は熱がこもってからこ体にで、寒い日は冷気がこもるからめちゃ指先とかがもう超冷たいんですよ。ボブも似合うか、私ボブにしたいのよ今。めっちゃボブというかそのそうだね、この辺、この辺にしたい。これで外跳ねしたい。けどなんか周りの人がみんなさ髪切ってるからさ、あーどうしようかなと思ってる。武道館まではこの長さでいようかなと思うけど、武道館、いやーめっちゃ迷ってるんだよね。武道、めっちゃ迷ってるんですよ。10月に切っちゃうと成人式の時に微妙な
長さになる気がするんですよね。っていう。いやー、でも武道館でボブもありだな。でもこれからすごくリハーサルが多くなっていくと思うので、その前に切るとなったらもうほんと明日明後日しあさってししあさししあさってって何、その次の日とかにまでにもう切らないとねいけないんですよ、スケジュール的に。どうしましょう。今ボブにしては成人式の時は、成人式の時正直髪型私こだわってないんだよね。ね、明日切るの私ふっかるってことは覚えておいて。でも私もロング派なので葛藤はある。4ヶ月あるね。4ヶ月しかないでしょ、だって4ヶ月だったら多分このぐらい伸びるから、私のあれだったら、まあこのぐらい伸びるね多分。切った後ってこの辺になるのよね、絶妙長さになるのよ。やっぱ友達総選挙しようかな。友達髪型総選挙。私の少ないマブにみんなにどう聞くっていう、私が聞くだけっていう総選挙。長さ的には意味がベストなんだけど、そうなの、私も長ーと思ってさ、そう長すぎたら長すぎたでやっぱりさ、そのまあ長いだけど、長すぎたら長すぎたでね、なんかあれなんですよ。その私もマブの一人ももう20歳やな、20歳。ロングにありがとうございますでもロングにリボン、あ、ブラシにリボンついた、後ろじゃない、後ろにねリボンがついてる、ここに違う、これだね。迷う。でも正直切りましたで、まあちょっと成人式まで伸びます。でもボブが好評だったらそれもちょっと友達内総選挙しようかなとは思うんだけど、ボブが好評だったらボブでアレンジを妹に頼んで成人式に行くし、そう成人式にボブにまたしていくかもしれないし、いややっぱロングじゃねなったら多分このぐらいの髪型をアレンジしてボブじゃない成人式に行くと思う。ね、ボブ晴れ着ありだよね。今日さ、似合わなかったら終わりだなって思ってる。だから一回試したいのもあるんだよね、この時期に。そう、私はあとね、アイドルをやってる間に、ボブを一回試したいっていうのがあって。でもさ、一回切るとマッチで伸びないじゃん。前髪はさ、すぐ伸びるんです。まあ、すぐ伸びるというか、すぐ伸びたように
見えるだけかもしれないけどさ、なんか例えばじゃあ皆さんがアイドルで、皆さんが自分がアイドルで髪をちょっとチャレンジしてみたい、アイドルのうちにチャレンジしてみたい髪型があるんだってさ卒業直前にバスって切ってさ、あ、似合わなってなったらさ、似合わないまんまでこうなんか終わっちゃうの嫌じゃない？だからもうね、人生経験としても切ってみたいかもしれない、かもしれない。でも最近ボブのメンバーが多いからすごく悩んでる。でも言うてもみんなで踊る機会なんて武道館ぐらいしかないから、正直だから武道館長くてもいいのか、武道館で逆にもう切った方がいいのかっていうね、まあ、別にどこにいるかなんて、誰がどこにいるかなんて把握できる人いないと思うんだけどあのもうみんなが大集結しますよとかだったらさ、誰がどこにいるのかちょっと分かんないと思うけど、どっちよ、めちゃ迷う。関西で目指したいの分かる。え、だから普通にさ、私ちょっとの心の企みは、武道館でめっちゃ髪染めて出たろうかなと思ったんですよ。武道館でボブでめちゃめちゃ目立つ髪色で行ったらおもろいなって、おもろいってか私おもろいかおもろくないかで人生決めてるから、おもろいなってさ思ったんだよね。でも髪染めるのはすごく痛むのが嫌だし、私はね痛むの嫌だから、でもさそれでさ、え、あの髪何色の子誰ってなったらさ勝ちだなって思うんだよ。竹本さん、シュークリームありがとうございます。なるさんとミスさんの悩み最高でした。あら、ありがとうございます、嬉しい。あやみんのファンの方かな、ありがとう。あやみんも言ってくれるんだよね、あやまちめっちゃ好きですって。だし確か月と水鏡も褒めてくれた気がするんだよね、いつか。めっちゃ嬉しい。そうなんだよね、似合うか、まあ、似合う色にしてもらうけどさ、さすがに私多分金髪似合わないんだよね。金髪、イエベ、ブルベだから金髪にしちゃうとめっちゃ肌っていうか肌のトーンが暗く見えるんだよね、顔が暗く見えるのよ。ひーちゃんと色被らないように、ひーちゃんでも黒入れちゃったよね確か。黒一回入れたらさ結構ね、もうギッシギシになるからね、そっからブリーチとかしたら、色抜いたら。美容師さんに色決めてる、いや色はね美容師さんに決めてもらうと思う、多分今後の人生で染めるとしたら。でもグレーとかやりたいな、グレー。ブ
フで行く？それ横山由依。でブルーでウルフとかしてみたいな。でもウルフ絶対似合わないと思う私。なんかさ顔真顔がいかちいというか真顔が怖いからさ多分。てか私ちょっと三白眼気味なのね。こう見てるからあれだけど、こう見てこう見たら普通にこうしてたらさちょっと三白眼気味なの。わかるか。ちょっと見えない。自分の目があれ見えないからあれだけど。そうなんだよね。怖いって言われがちだけど、それにさウルフを加えちゃったら。もうなんかすごいオーラの人になりそう。ゆうやさんケーキありがとうございます。やっぱ友達に聞くか。なんかファンのみんなに聞きたいのもあるんだけど、サプライズとかやりたいやりたい気持ちもあるし、ゆきたんさんブドウありがとうございます。あともうさ、だってなんもうすんごいいるみんなに意見聞いてもさ、それぞれじゃん。そんなんなんか私はこの長さがいいみたいな、いやでも俺はなんかショートがいいっすみたいな、いやでも俺はロング黒髪っすねみたいな、いや俺金髪が好きなんですよねみたいな。で人それぞれだから好みは。そんなの聞いちゃったら、いや武道館はねそのまま行くかな。てかそんなにこう目立とうとしてないかもしれないけど。そうなんだよね、多数決を取って多いとかに やるけど、それが似合うか似合わないかもあるから、やっぱ私の好みと友達の独断で、友達というかでも私そんなに友達いるタイプではないですけども、みんなに聞いて、お友達に、あ、親友に聞いて、親友とんマブに聞きまして、宇多田ちゃんと石田ちゃんに聞きまして、で宇多田ちゃんと石田ちゃんは、宇多田はあ、いいじゃん切りなよって言うし、カレンちゃんもえいいじゃん切ってっていう。めっちゃ似てたと思う今。めっちゃ似てたと思う。自分でもびっくりした。言って聞いてくる時点で答え出てる系女子、出てない系女子。でも客観的意見は欲しいかもっていう女子。カレンちゃん似てるでしょ。マジでこれなのよ。え、いいやん、もう明日切、もう切らんけん。そうなんですよね、迷う。でも第一は多分自分、ボブの人生を経験してないから、私経験してないんですよ。ボブの自分っていうのを経験してないから、ボブの自分ってどういうってなって、なんかどうなんだろうって思っちゃうのがある。目が大きくなる感じを見てた。ボブは肩につくぐらい、わかんないな。ボブして反響なかったら寂しいから、一回ねこの辺まで切ったんですよね。そう、一回この辺まで切ったの覚えてる人いるかな。一回ねすっごい
ボブまではいかないけど、もうがっつり切りたいなみたいな時にすっごい切ったんだよね、一回。なんかね、1月2月ぐらいだった気がするけど、あ、この辺かな。多分インスタの投稿にもあると思うんですけど、ちょっと画質悪いな。こんな感じ。一番短い、最近で一番短いのは。全然なんか短く見えないな。ちょっと長く見えるんだよね、これ意外と短いんだよ。見えるかな？全然ちょっと明るすぎるか。こんな感じの。肩よりちょいこの辺って感じ。本当にこの辺。短くしてから伸ばすまでって個人的にはどんな感じ？どんな感じ？もうなんか気づいたらこんな長かった。切るなら切る、ん？も切るならもっと余裕を持って切るしかなかった説。いや、切る予定なかったんです本当は。別に。けどなんか急にこの前、え、ボブにしたいってなって、そっからもう、うわ、もう、ボブにしたいな、髪切りたいな、切ろうかな、うーんって思ってる。はい、直感とひらめきで生きてる、生きてきてるので、私は。首凝ってる、ここがさ、めっちゃ筋肉痛なんです、ここの、この筋肉。うんうん。切ろうかなとは思ってるんですよ。もう近々この辺ぐらいまで、まあ迷ってるけどね、長いからさ、この辺ぐらいまで切ろうかなって思ってるんだけど、いや切るなら一回やっちゃう。絶対嫌だとは言ってないよ、けど絶対似合わないとは言った。絶対嫌だとは言ってない、やりたいけど、あのショートは嫌だ、ボブじゃなくてショートと、もうこんぐらいのやつは嫌だ。なぜなら髪型をアレンジしたいからです。ボーイッシュになりすぎるとちょっとね。成人式と、みんな成人式の心配するけどさ、成人式って髪型どうでもよくね。私髪型どうでもいいんだけど、成人式の髪型。
なんせ私は妹ちゃんにもう髪型を全部任せる気でいるんですよ。だから別になんか何でも可愛いかなっていう、結局可愛くしてくれるかなみたいな感じ。いやね、ボーイッシュにはなりたくないんです。私はあくまで女の子でいたいんですよ。指輪と髪型セットだから。いやね、なんかそう、なんて言うんだろう、そのなんかさ、だいたいさ、だいたい髪型いい感じにアレンジしたらみんな似合うのよ。だからそんなに超これしたいあれしたいっていう感じでもないんだよね。この髪型絶対したいとかはない。別にその時にの長さで決める感じ。妹さんはそう、あの美容師とかそっち系の学校にいてらっしゃるからね。まあ別に一個任せていいかなって。じゃあランキング読むね。13位、久志さん。12位、横吉さん。11位、ジョークスノーさん。10位、ゆきひろさん。9位、ケンちゃんさん。8位、ツーリンダルマさん。7位、ジャリングさん。6位、ゆきたんさん。5位、MT ズナさん。4位、オニオンナイトさん。3位、アメさん。水坂成功にしっぽさん。1位、ミサノは竹本さん。ミサノはでした。ということで、今日も終わりますね。それではおやすみなさい。バイビー。